はい、ということで、今回はですね、楽器購入時に揃えておく小物類というテーマでお送りしたいと思います。今日はね、顔出しないんですけれども、笑顔が苦手なミキですけれども、ですね、楽器をですね、買うときに意外とですね、買い忘れてしまう小物類っていうのがありますので、詳しく解説したいと思います。こちらにですね、書いてあるものがあれば、まあとりあえず大丈夫かなと思うんですけれども、スワブ、マウスピースパッチ、リードケース、リード、チューナー、メトロノームって書いてますけれども、こちらですね、になります。1個ずつね、説明していきますけれども、これは楽器をね、買った時っていうのは、楽器ケースの中に、本体ですね、サックスの本体、これですね、これとですね、このネックですね、とマウスピースね、とりあえず付属のやつ、マウスピースとリガチャーと、まあこのマウスピースキャップがあるということが前提です。これ以外にちょっと必要なものがあります。あとはサックスストラップね、それ以外の小物ってちょっと言ってます。まずね、上のスワブですけど、これもね、入ってることが多いんですけれども、まあ楽器店で買ったらね、おまけでつけてくれたりするものの代表格がこの掃除の布ですね。これですね、まあ、これは僕使ってるやつは、ミキ楽器っていう大阪の楽器屋のやつなんですけれども、まあよく売ってるやつでしたら、そうですね、ヤマハかな、ヤマハが多いと思います。僕はですね、この本体用の大きいスワブだけで、ネックもね、他のマウスピースも掃除してます。ですけれども、まあ一応本体用もそうです、まあもちろんのこと、ネック用もね、持ってた方がいいかなと思います。で、本体用のスワブで、そうですね、これでやる場合っていうのは、ちょっとね、詰まらしちゃう人も多いので、まあ、その辺ね、注意していただけたらと思います。だから、まあ、一応ネック用も持っといた方がいいかなと思いますね。使い分けした方がいいかな。で、慣れてきたらこの本体用だけでね、もう拭いちゃってもいいかなと思いますけどね。で、次にマウスピースパッチですけど、マウスピースパッチはね、僕ちょっと貼ってないので、お見せすることできないので、ちょっとどっかね、画像出しておきますけども、マウスピースの刃の当たる部分に貼るグニグニしたゴムみたいな、プラスチックみたいな、なんていうか、ちょっと素材は分からないんですけど、刃がですね、動かなくする、ものですね。で、それをですね、初心者の方は貼った方が絶対拭きやすいですから、まあ、マウスピース買った方がいいです。で、まあ値段もだいたい4枚で600円ぐらいです。まあおすすめどれっていうのは、まあ大概同じような感じなんですけども、 C っていうなら、ですね、0.3 ミリとか4ミリの分厚めのやつ、それで色が茶色の柔らかいやつですね、ソフトタイプが刃が起きやすいです。と、まあ慣れてきたら厚みは薄くしていって、でソフトじゃなくて普通のタイプにするといいと思います。まあ理由としましては、ソフトタイプだと慣れてきたらもうすぐ破れちゃうんですね、刃がね、刺さってね。だから硬めのやつで全然いいと思いますので、でもそれも慣れてきたらもう貼らなくていいと思います。で、貼ったらですね、まあ、歯にちょっと影響が出るんですけれども、その辺のことはまた別の動画でね、お伝えしたいなと思います。だから上達してきたらパッチを貼らない方向の方が、まあ、僕はいいっていうふうにレッスンでお伝えしています。で、次にリードケースですね。で、セルマーヤマハって書いてますけど、ヤマハかセルマー用がおすすめです。僕は今はですね、このセルマー用を使ってます。で、これ両開きで10枚入る形です。で、僕はソプラノとアルトとテナーを吹きますので、まあ、ちょっと今でスカスカなんですけど、ここにアルトが入って、ここにテナーが入ってみたいな感じでね、使ってます。まあ、値段は、まあ、これ2600円とかそれぐらいだと思います。で、次にリードですね。これもね、ついてる場合多いんですけど、僕のやつはゴンザレスのクラシックモデルの2半という、まあ、めっちゃマニアックなモデルなんですけど、一般的にはバンドレンの、トラディショナル、通称青箱っていうやつか、ジャバですね、緑の、色のね、ケースでジャバっていうやつがあるんですけど、それの厚みは2半、2と2分の1って書いて2半って読むんですけど、それが、吹きやすいと思います。で、次にチューナーとメトロノームですね。これ別個に持ってても全然 OK なんですけども、僕はこういう、まあ、これヤマハなんですけど、ヤマハとかコルグ、ヤマハとコルグが OEM で同じやつ出してるんですけどね、これ大体3000円ぐらいかな。こっちがですね、メトロノームになってて、こっちがチューナーになってます。
これつけるとこんな感じでね、メドロノームを使えて、こっち消しても入れてもいいんですけども、まあ、チューナーね使えます。であと小言も鳴らせてピッチもいろいろ変えれますし、まあ、これで音取って合わせるのもできるし、メーターとしてもね、あ、今僕の声 B フラットですけども、こんな感じで、測ることもできます。であとこれバックライトをこう2段階でねつけてて結構便利やったりします。でこれはあのちょっと型が古いので、今もっとなんかいろんな機能ついたやつあったりします。なんか録音できるとかね、まあありますけど、まあそういうのでもいいかなと思いますけどね。このあたり持ってたらとりあえずはいけるかなと思いますね。で意外と抜けるのが、というかちょっと驚いたんですけれども、この前ですね、ちょっと引き継いだ生徒さんがいたんですけれども、なんとですね、その人チューナー持ってなかった。でよくよく話聞いたらチューニングしたことないっていう人がいたんですね。サックス歴1年半か2年ぐらいの人なんですけど、もうびっくりしたんですけど、チューニングってめちゃくちゃ大事なので、音合わせしてないと正しい吹き方がどうかもわからないぐらいなものなので、チューナーはねもう絶対持っといてください。チューナーめちゃめちゃ大事です。メトロノームも練習のね、あの効率化にはまあすごく大事なんですけどね。だから両方持っとくことをお勧めします。ということでちょっとざっと説明してきましたけれども、まあ、要するにですね、この書いてあるものはちょっと不可欠のものになります。マウスピースパッチ以外は僕は絶対持ち歩いているものになりますので、このあたりはね最低限ちょっと揃えておいてください。であとはあのサックス本体を含むクロスとかポリッシュって言ってね、液体のなんかこうきれいにするやつとかありますけど、まあ、その辺は僕はあんまりこう本体は綺麗にする派じゃないなくて、結構汚れてるんですけども、まあ、好みです、その辺はね。であとはあのちょっとここに載せてないんですけれども、クリーニングペーパーですね、担保のね、あの水分を取るクリーニングペーパーね、僕はもうあのセルマーのこういうクリーニング、なんていうかな、これこう水泳の時 の, あのすぐあの水取る素材でできてるやつなんですけどね、ちょっとだいぶ汚れてますけど、こういうのを使ってますけども、これもまあ不可欠ですね。ちょっと抜けちゃいましたけども、まあでもその辺はサックス初心者の人はとりあえずそこまでやるとちょっとめんどくさいですから、まあ慣れてきた頃で、まあサックス始めてまあ半年1年したらクリーニングペーパーも持っとくといいかなと思います。はい、ということで今回は楽器購入時に揃えておく小物類ということで、まあ、特に初心者向けの方に対してお送りしました。この動画が良いと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた会いましょう。